考えてる人に徹底的に分析したんですよね。正しい正しくないってないんですよ。面白いかどうかそれ一点なんですよ。自分らしさの一つってやっぱり自分のペースを自分で知っておくっていうことだと思うんですね。他人が見つけるものではなくて自分が自分の中で発見していくもの。ツイッターにチャンスがあるってなんか直感的に思って、そのツイッターの中でよく知られていてたくさんの支持を得てる人、共感を得てる人に徹底的に分析したんですよね。プロフィールの書き方とかね、投稿する時間とかプロフィール写真等の投稿の内容の整合性とか1日投稿する回数とか、どんな人にフォローされてるのか、どんな人をフォローしているのか、ありとあらゆるものを分析しまくったんですよね。それでね、なんとなく自分の型が見えてきたんですよね。あ、こうやったらいけるみたいなのが。フォロワー数を増やそうとするとうまくいかないと思うんですよ。何でもそうだと思うんですよ。本当に面白いと思うもの、自分が素敵だなと思うもの、もっと言うと私の中でもうちょっと生き方とか働き方っていうのがあったんで、これからの時代に自分が信じるものっていうのをなんかね出していったんですよね。雑誌でも書籍でも正しい正しくないってないんですよ。面白いかどうかそれ一点なんですよ。ツールはピュアなものでも人間である限りいろんな欲とかも入ってくるから、それが自然だなと思います。そうなっていくことが。でそういうことも含めて私は離脱を決めたし、離脱をしたので、人を振り回すことも振り回されることもなくなりました。正しいか正しくないかってその人の生い立ちを含むいろんな価値観によるものであって、それをね自分が判断するものじゃないと思うんですよね。要はその自分らしさの一つってやっぱり自分のペースを自分で知っておくっていうことだと思うんですね。楽しいと思うかどうか、好きかどうかっていうふうにちょっと軸足をずらしてみるとなんかいいんじゃないかなと思いますね。自分らしさっていうのも、私個人は他人が見つけるものではなくて自分が自分の中で発見していくもの、それもねこうキリッキリしてる時に見つかるもんじゃなくて、自分がすごい楽しいなとか充実してるなとか、自分ってなんかいいなって思ってる時に生まれるもんだと思うんですよ。あ、私これ好きだなとか、しっくりくるというのが自分らしさだと思います。感覚として、特にその女性はその感性がの生き物だと思うので、思考じゃないと思うんですよね。頭で結論は出せないと思うんですよ。